カラスマ光ツ国文学名家肖像集、カラスマ光ツ室和歌、カラスマ光ツは、江戸時代前期の苦行、歌人、農書家。純大臣、カラスマ光信の長男。家には、生に意見大納言。細川雄才から、古今伝授を受けて二条派科学を極め、華道の復興に力を注いだ。天正七年に、純大臣、カラスマ光信の長男として誕生。 母は不詳。経済的に恵まれた環境のもと、同9年わずか3歳で、十五位下に助された。弁官や、蔵人頭を経て、慶長11年1月参議に任じられて苦行に、でしたが、同14年7月に起きた、井の熊事件に連座して、御用税天皇の直感をこむり、官を止められて、執況を命じられた。同年月に、直面されて官任し、 元那2年2月県大納言に進み、同6年1月生2位に上ったが、これ以降官位の昇進は見られず、官営15年7月13日に皇居、去年60、初めに鹿も霊元寺に葬られたが、官文3年7月落成渦正の法運院に移された。法名は、法運院、安氏大僧山。伝記に、孫、死喜びによる、 カラスマミツヒロ協業場がある。ゴミズを上皇からの信任をつく、公務官の連絡上を重要な人物としてこと、あるごとに、江戸に下り、苦行の中でも特に、江戸幕府側に行為を寄せていた。また、自由活達な性格で逸話に求み、多彩多芸な宮廷文化人として、和歌や書、茶道を得意とした。とりわけ佐藤は、慶長八年に、細川雄祭から、 古今伝授を受けて二条派科学を極め、将軍、徳川家光の門を指南役をも務めている。書については、大変ユニークではあったが、官営の三筆に決して劣らず、光弘流と称される。本阿弥光越や俵や宗達など江戸の文化人と交流があり、また、清原信方に儒学を学び、卓安双方、一志文森に帰依して、禅をも収めた。歌集に、 紅葉は歌集、著書に、耳底木、東の道の木、日光山木光、春の明けぼのの木、金蔵氏に、目覚まし草などがある。また、俵や創達筆による、細道病部に画算を記しているが、この他にも創達作品への算をしばしば書いている。苦行で創達へに算をしている人は珍しい。諸作品として、著名なものに、投稿記などがある。 投稿期一巻は、あずま下りの際に書かれた、非公文である。色合わりの淡い染め紙を継いだ漁師を用い、その奔放な書風はいかにも桃山的な、大らかさを持っている。光弘は、官営の三筆と、ほぼ同時期に活躍した書人で、その書は、官営の三筆と並び称される。ただし、光弘の書はその後の人々が習うことがなかったため、書流とはなり得ず、 光越流に含められることがほとんどである。しかし、筆跡研究家の渡辺清は、そのユニークな書に対し、著書、永遠日本の書流の中で、あえて、光弘流の書を設けている。光弘の書は、非常に個性が強く、形の上から極めて捉えにくいところがあり、手本となりにくいものであるため、官営の三筆の書のように人々に流行することが、なかった。 光つ弘は多彩多芸で非常に器用なため、ある時は低下流、ある時は高越流で書くことがあったが、決してそれにのめり込んでしまうことなく、根本には光つ弘の書がしっかりと根を下ろしていた。その書風は、寿明院流低下流高越流光つ弘流と変遷したと考えられる。光つは個室の鑑識にも長けており、個室鑑定を起とした個室家の初代、個室のリスケが、 豊臣秀寺から、古筆星を賜ったのは、光弘の圧戦によるものであったと言われる。はじめ、ノ介と光弘の関係は歌を通してのものであったが、後にノ介は光弘から、古筆の鑑定も学んだ。着難である、中納言、唐妻光剣は、細川忠興娘、万と結婚。また、光剣の娘、ややは、いとこの熊本藩主、細川光津に生かしており、 カラスマ家と細川氏の遠石関係は深い。ありがとうございます。